俺は数年の間、海外で医療事業に携わり、10年ぶりにこの病院に戻ってきた。改修工事によって、医院内はきれいになっていて、見慣れないスタッフも多くいた。俺はそんな状況に緊張すら感じていた。フロアマップを片手に院内を歩き回り、挨拶がてらナースステーションに顔を出すと、俺はそこで見たことのない一人の若い医師に出会う。そしてその医師からは出会って早々、とんでもない発言をされるのだった。もうやめさせろ！こんなのは間違いなく医療事故だ！俺の名前は風山真嗣。今年で55歳になる。俺は何年か海外で医療事業に携わり、その後10年ぶりにこの病院に戻ってきた。去年大規模な改修工事が行われたとは聞いていたが、想像していたよりも大きく変わっていた。見慣れないスタッフも多くいて、俺は緊張すら感じていた。あら、風山先生、どうされたんですか？そう言って隣で微笑むのは、看護師の本庄小雪さんだ。10年前、俺がまだこの病院に勤めていた頃から知っている看護師だ。戻ってきたものの、久しぶりすぎてちょっと緊張しちゃって。彼女は書類に目を通しながら俺を励ました。大丈夫ですよ。先生のことをみんな待ってたんですから。ところで、時差ボケの方は大丈夫なんですか？ああ、それは大丈夫。もう日本に戻って数日間は経ってるから。そうでしたか。それは良かったです。また後で海外のお話を聞かせてくださいね。書類はこれでよしっと。あ、もしよかったら新しくなった委員内を回ってみませんか？何年もかかって工事をしていたので、先生にとっては随分新鮮かもしれませんよ。それもそうだね。ちょっと散歩してみようかな。俺はフロアマップを片手に委員内を歩き回った。とても綺麗になった委員内に違和感を感じつつ、どこか懐かしい部分も残っていて、なんだかほっこりしていた。挨拶がてらナースステーションに顔を出すと、新しい看護師がほとんどだったが、昔からの知り合いも数名働いていた。その中でも特に優しげな一人の美人看護師が俺に向かって、お帰りなさいと声をかけてくれた。ん？こんな人前からいたっけ？俺の記憶も年齢とともに衰えているのかもしれないな。そんなことを考えていると、突如ナースステーションの空気が一変した。小池先生が来ていますよ。すると看護師たちの背筋がピンと伸び、緊張感が溢れ出した。そんな彼女たちの視線の先には、見たことのない一人の医師が立っていた。あ？このおっさん、誰？その言葉に俺は衝撃を受けた。ああ、またこんな老害を増やしちゃって、どうするつもりなんだよ。まあ邪魔しないように、俺の手術でも見学して勉強しなよ。そう言うと彼は去っていった。看護師から話を聞くと、彼の名前は小池正成。まだ28歳らしいのだが、エリート医師として有名らしい。しかし態度が横暴すぎるという点でも注目されていた。その話を聞いた俺は、昔は自分にもそんな時期があったなぁと少し心が痛んだ。その翌日、仕事の合間に小池先生を見つけた。俺が彼のことを観察していると、どうやらみんなを見下すような言動をとり、困惑させている様子だった。それによって女性の看護師は今にも泣きそうになっている。小池先生、
もう十分でしょう。どうしてそんなきつい言い方をされるんですか。みんな一生懸命働いているのに。またあんたか。余計なお世話だな。彼はにやりと笑みを浮かべ、その場を去っていった。看護師は俺に感謝の言葉を述べていたが、その表情は曇ったままだった。それから数日が経ち、大体の引き継ぎも終えて落ち着き始めた頃、小池先生が特別な手術をするという情報が流れてきた。この手術は生中継で公開されるらしい。その目的は医療技術の教育のためとのことで、特に今回の手術は難易度が高く、多くの専門家や学会の幹部も見学に来るらしい。この手術が成功すれば、小池先生の評価は一気に上がるだろう。彼はプライドも高く、看護師に対して見下すような態度を取るような人間だが、俺は彼の手術技術には興味があり、実際に見に行くことにした。手術の状況は、手術室に隣接する部屋から確認することができる。俺がその部屋に入ると、一名の医師と一緒に本庄さんもいた。小池先生から直々に見学を勧められたんです。おお、なるほど。小池先生から直々にね。俺自身も最新の技術に興味津々だった。そして手術が始まると、小池先生は自信に満ち溢れた笑顔でメスを手に取った。周囲の医師たちもキラキラと輝いた目で彼のことを見つめている。一流の医師である小池先生にとって手術はパフォーマンス同然なのだろう。しかし、その瞬間だった。緊急アラート、緊急アラート。第三手術の電力供給が不安定です。ただいまよりバックアップ電源に切り替えます。アナウンスが流れると手術室の照明が一瞬暗くなった。そして緊急のバックアップ電源がすぐに作動し、再び照明がついた。しかし、その一瞬、小池先生の手がわずかにずれたようで、不慮のミスを犯してしまったのだ。ずれたと言っても、ほんの数ミリ。しかし、手術ともなると、それが致命的なミスにつながるのだ。どうやら、血管が傷つけられたようで、血が噴き出した。チッ！小池先生の顔色が変わった。自分が犯したミスの重大さを瞬時に理解したのだろう。状況を報告してください！聞こえますか、小池先生？状況を報告してください。小池先生は焦りを見せながらもプロとして処置を続けた。おい、お前、ここ押さえてろ。ですが。今は俺の指示に従うんだ。助手は困惑しながらも小池先生の指示に従った。それでも小池先生の手が少し震えていて、応急処置もうまくいかない。すると患者のバイタルが急激に低下し、ついには心肺停止状態になってしまった。そんな。これは厳しいかもしれないな。もうやめさせろ。こんなのは間違いなく医療事故だ。見学している医師たちの発言によって、部屋の空気はさらに重くなった。本庄さん、ついてきてもらえますか？わかりました。俺はこのままではいけないと感じ、隣にいた本庄さんを呼び、手術室に向かう準備を始めた。そして手術室の中に入ると、顔色が真っ青になった小池先生は、まだ血管を手で押さえていた。小池先生、今は止血よりも先にこの部分を縫合しましょう。なんだお前、なんでお前がここにいる？俺が冷静に指示を出しても、小池先生は感情的になるばかり。しかしこのままでは時間がない。わかりました。では、私が手術の続きを対応します。そう言って俺は小池先生の場所に移った。本庄さん、急いで準備を。わかりました。
俺と本庄さんが準備を進めると、小池先生はふらふらと手術室から出て行った。俺はもう手を引いた。この先何があっても俺は責任を取らないからな。彼は俺に責任転嫁しようとしていた。しかし、そんなことを気にしている時間はなく、緊迫した状況の中で、俺は全神経を集中し、手術に臨んだ。そして海外で学んだ特別な手法が生きたことで、なんとか患者は一命を取り留めることができた。バイタルも安定し、俺はほっと息をついた。小池先生は俺の手術の様子を見ながら、不敵な笑みを浮かべていた。こんなの偶然だ。あんなやり方でバイタルが安定するわけがない。俺の耳に小池先生の言葉が入ってきた。そして取り巻きたちがクスクスと笑っているのも聞こえてくる。今はそんなことを話してる場合じゃありませんよ。なんとか乗り切ったとはいえ、まだ手術中です。俺は小池先生と自分自身にそう言い聞かせ、集中力を途切らせないようにした。困難な手術ということには変わりない。俺は慎重になりながらも、迅速かつ的確に処置を進めていった。患者が助かる手法が何だったのかは正直どうでもいい。患者の命が助かればそれでいいのだ。こうして手術は無事に成功し、患者のバイタルはより安定した。これ以上小池先生やその取り巻きが何を言おうと、俺の手術法が間違っていなかったことは証明できただろうし、これ以上馬鹿にして笑うことはできまい。手術が無事成功し、患者の命が助かったことで、助手をしてくれた外科医も、俺を信頼してサポートしてくれた本庄さんも、ほっとした表情を浮かべていた。手術の中継を見ていた隣の部屋の医師たちも目を丸くして驚いていたようで、俺たちに向かって拍手を送っていたらしい。もう大丈夫です。俺が手術室から出ると、小池先生は無言で退出した。そして医局で今日の手術の振り返りをしていると、部屋のドアをノックする音が聞こえてきて、扉が開いた。いやー、お疲れお疲れ。成功したみたいでよかったな。小池先生はこの後に及んで、まだこんな態度をとっている。犯したミスとその重要性にまだ気づいていないのだろうか。しかしその反面、過去の自分を見ているような気分だった。君がどれだけ優秀な医者であるかは、すぐに分かったよ。でもね、優秀であることと傲慢であることは違うと思う。患者の命を救うことだけが医者の仕事じゃない。患者の心まで救わないと完璧とは言えない。すると小池先生は顔を真っ赤にして怒鳴り出した。いちいちうるせえんだよ。こっちはおっさんの説教を聞きに来たわけじゃねえんだ。それだけ言い残し、小池先生はその場を立ち去った。しかし彼の背中からは怒りの感情とは別の何かが隠れているように見えた。この時の俺はそれが何かはわからなかったが、彼のこれからの行動でそれは見えてくるだろうと感じていた。数日後、小池先生と俺は急患の手術のために共にオペ室に入った。手術は無事に成功し、病室で患者の家族が喜びと感謝の涙を流しているのを見た俺は何かを感じた。小池先生、ちょっといいですか？なんだよ、説教なら聞く気はありませんが。いや、そうじゃない。この瞬間のこの感動を共有したかったんです。は？何を言ってるんですか？気持ち悪いな。俺は気づいていた。彼の口調に敬語が混じっていることに。私たちは同じ重圧を背負いながら医者になった。だからこそその重圧を乗り越えた時に、患者やその家族が感じる喜びが
最も大切だと思ったんです。まあ言いたいことはわかりますけど、それが何だって言うんですか。大きな重圧があるからこそ、患者を絶対に救いたいという気持ちが高まる。その気持ちを叶えるために、一つ一つの手術に全力を尽くす。それが医者のあるべき姿だと私は信じています。小池先生は俺の話を聞いて、しばらく黙り込んだ後、苦笑いを浮かべた。まったく、風山先生はいちいち説教臭いんだから。でもまあ確かに、一理あるかもしれません。ほんのちょっとでもいい。私の考えがあなたに届いたなら、それでいいんです。あ、ありがとうございます。俺は心の中で微笑んだ。これが彼なりの自己表現であり、彼なりの感情表現なのかもしれない。きっと人を見下すような口調を使わないと、恥ずかしくて人に関わることができないのだろう。きっと根は悪い人間ではないと俺にははっきり分かった。それから数ヶ月が経ち、病院の雰囲気は一変していた。小池先生はまるで別人になったかのように、患者だけでなく、同僚にまで穏やかな態度で接するようになったのだ。競争心は未だに健在ではあるが、過剰な敵対意識は消えて、人とのコミュニケーションを取ろうとしているのが見てわかった。風山先生のおかげで、小池先生もちょっとだけ人間っぽくなりましたよね。まあ、ほんのちょっとアドバイスをしただけなんだけどね。きっと彼自身が変わろうと努力したから変わることができたんだ。そう言うと本庄さんは微笑んでうなずいた。僕自身も彼との関係が良くなった気がするんだ。正直、いい刺激になってるよ。俺はこの病院に戻ってきて、まだ若い小池先生から多くのことを学んでいることは確かだ。今でも意見がぶつかることはあるけど、以前とは違う前向きな衝突だと思っている。それによってお互いの成長を促しているのだから。あ、風山先生、私のこと忘れてるでしょう。俺が思い出せていなかったことが、あの美人看護師にはしっかりとバレていたようだ。え、いや、その…先生に命を助けてもらった原香織です。実はあれから看護師になったんです。その話を聞いた瞬間、俺の記憶が一気によみがえった。ああ、確か看護学校に行くって。あまりにも突然の再会に喜びを感じるとともに、そんなにも月日が流れていたのかと実感が湧いてきた。でもまあ、しばらくの間はここで小池先生と切磋琢磨するのも悪くないかもしれない。これからもみんなで高みを目指し、患者の命のため、そして医療の未来のために貢献していこうと思う。そんなことを考えながら、俺は今日も病院の廊下を歩くのだった。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。